おじいさんの笑顔を見て、つえついちゅうけどね、すごい気丈なね、笑顔の素敵なおじいさん。これはね、昔遊びの音色が心に響く、残す伝える素朴なぬくもりよ。ありがとうさん。これ私。これ昔遊びね、もうタイモの葉っぱね、琉球の葉っぱ。昔井戸水は鶴瓶落としで汲んでいたそうな。鶴瓶で落とす、紐落として汲み上げる、こういう光景はもう今まず 見れないね。昔はスイカを冷やすのが鶴瓶、井戸の温度が一番おいしかったスイカだ。今贅沢になりすぎたね。こういったね、遊びをね、大事に子供に伝承していきたいなというのがね、今日は梅酒の梅私なんかの思いでいろいろやっております。よいしょ。これがバンブーホイッスル竹笛、小鳥笛と言います。これはウグイスをやってみたいと思います。水戸黄門の画面で歌いにウグイスよりもっと綺麗に聞こえますよ。これはトンビ、サシバ、ホトトギス、夏鳥で、夏になったら日本に鹿児島から高知くんだりまで来る赤松尾、あと高知県の鳥、八色鳥、四十からが春になったら鳴き声が変わります。とかいろいろできますけど、なんか忘れました。バスの添乗員さん、車掌さん、止まれ、車庫入れ完了。おまわりさんの検問。ちなみに私は無事故無違法、無違反25年続いております。でこういう遊びもできますよ。みかんの葉っぱ、ここにあるみかんの葉っぱ、苦しいのでこのぐらいで。これの音程変えるのってどうやってやるの？で、みんながもっちゅうね、口笛なんかでもね、ちょっと練習したらね、そうそう、そのぐらいできた、ちょうどね。口笛もできる。秋過ぎて冬来たけど、秋行こうか。